ああ、悪いな、足立。でも、身の丈に合うものを持たないお前にも問題はあると思うぞ。と、にやけ顔の課長。課長の手には、無残にも、中央からぽっきりと折れてしまったゴルフクラブが握られている。その傍らには、力なく落ちている上半身が横たわっている。周囲の人間も、突然のことで口をポカンと開けて固まっている。止まった時間の中で唯一動いているのが課長だけだった。こんな高いクラブを持っていても仕方ないだろ。ちょうど買えるタイミングを俺が作ってやったんだ。感謝してくれよ。と握っていた下半身もポイッと捨ててしまった。俺はその様子を見て、意気揚々としているところを申し訳ないんですけど、それ俺のじゃないですと言った。ここから事態はとんでもない方向へと全力で進んでいくことになる。俺の名前は足立明宏。この会社に勤めて3年目の若手社員だ。1年目に比べて3年目はかなり快適に仕事をこなせるようになった。俺はどちらかというと不器用な人間なので、周りの人と同じ成果を得るためには人一倍の努力が必要だった。幸い俺は努力をすることが嫌なタイプではなかったので、それなりに周囲に追いついて仕事をしていたと思う。社会人1年目はとにかく覚えることが多かった。1枚の書類でもどこにあるのか、どんな書き方をしないといけないのかなどなど、頭に留めておく必要のあることが多かった。3年目にもなると、一通りの仕事は自分でこなせるようになったし、後輩にも教えることが多くなったので、おのずとたくさんのことができるようになっていった。高校の時に先生が、一人で勉強するより、友達と教え合いをする方が成績は上がるぞ、と言っていたが、どうやらそれは本当らしかった。そんな俺には、一つの夢、というか、野望というか、まあ将来なりたい姿というのが明確にあった。それはお金持ちになることだ。とにかくお金持ちになることが俺にとっての最終目標だった。俺の実家は自営業を営む家庭だった。自営業というのは難しいもので、調子がいい時はそれなりの収入があるのだが、ダメな時は全くと言ってもいいほどお金が舞い込むことはなかった。そのため、俺の認識では、実家は比較的貧しい部類の家だったと思う。習い事も、お金を理由に断られることもあった。幼いながらに俺は、周りの友人たちと比べて、家にはお金がないんだなと思うようになっていた。友人たちは決して俺を貧乏人扱いすることはなかったが、友人同士で同じ塾に通ったり、長期の休みで家族旅行に行ったなどの話を聞くたびに、胸の奥がツーンとすることがあった。お金は豊富にあるに越したことはない。お金があれば自由にいろいろなところに旅行に行けるし、欲しいものだって欲しいだけ買える。それこそ人間の幸せというものではないだろうか。それにお金があって自分だけに使うわけではない。当然、家族に今までの恩返しもしていきたいと思う。また、将来俺が結婚して子供が生まれた時に、俺のように、お金を理由に自分の子供に不自由な思いをさせたくない。大人になってようやく周囲と比べても意味がないということが分かったが、子供はどうしても自分と周囲を比べて自己肯定感を下げてしまうこともある。そうならないためにもお金が必要なのだ。そういった理由で、いつしか俺の夢はお金持ちになることとなった。俺はこの会社に勤務して、ただただ平社員で終わるつもりはなかった。どんどん仕事をこなして昇進して、管理職になってお金を増やす。自分の夢のためなら、多少のきつい仕事も引き受けることができた。さらに、仕事をこなすだけではなく、上司や周囲の社員との人間関係も良好にしようと努めた。Z 世代と呼ばれる俺たち若手社員は、必要最低限の人間関係しか構築しない、などと言われているが、俺自身は全くの正反対だった。会社終わりに上司から飲みに誘われれば、二つ返事でついていく、いわゆるノミニケーションというやつだ。
これはいらないという人もいるが、俺は昇進するための一つの機会だと思っている。どうしても行けない場合を除いて、俺は基本的に参加するようにしていた。また、忘年会や新年会なども積極的に幹事になり、良いお店を予約する。これも昇進の秘訣だと思い、頑張った。仕事もコミュニケーションも全力でやる俺は、自分で言うのも恥ずかしいが、それなりの高評価を上司たちからいただいていた。最初は俺のこういった行動は同期たちの反感を買ってしまった。あいつは昇進のためだけに生きてるとか、媚びを売りすぎ、友達少なそうなど、やっかみを言う人もいた。だけど俺はそんな誹謗中傷に負けることなく、同期たちとも積極的に関わっていった。そうしていくと、次第に周囲からの評価は、あいつはただ素直で努力家なだけというふうに落ち着いていった。同期の中でも俺とよく話していたのは、栗原咲という女性社員だった。彼女は、俺とは真逆な人間だった。端的に言うと、超めんどくさがり。業務も定時を過ぎたら絶対に手を止める。定時間近になって、栗原くん、これ頼めるかね?と上司から言われても、もし明日でもよければ引き受けますけど、今日中にでしたら無理です。定時なので。と言って、絶対に帰ろうとする。昇進などに一切の興味を示さない社員だった。俺からすると信じられない彼女の言動に興味を持ち、彼女にコンタクトを取った。なあ、どうして残業とか嫌がるの?仕事を頑張って昇進とかすれば収入も増えるだろうに。と言うと、鼻で笑われた。簡単よ。お金余ってるもん、私。話を聞くと、咲の実家はお金持ちのようで、その子供である咲にも生活に困ることのないほどのお金はあるそうだ。父は起業家でお金を持ってるの。私が頑張って稼ぐ姿がイメージできないし、したところで意味はないから。でも、ただ何もしないでニートっていうのも嫌だから働いているの。まあ、時間つぶし的な。仕事が時間つぶしのためというのは、俺には想像もつかない考え方だった。ただこの咲という社員は態度こそ悪いが、実に効率の良い動きができる社員だった。定時には必ず帰るが、基本的に仕事は終わっているのだ。先ほど言ったような急な仕事がない限り、彼女は仕事を翌日に持ち越すことはない。そういったところから、周りからは信頼をされているし、頼られているところもある。飲み会にも参加せず、定時にも帰る。けれども仕事では優秀な成果を収める彼女は、俺にとって、とても尊敬する社員であり、面白い性格をしていた。彼女も俺のことを、おかしな同僚として認識しているようで、俺が仕事に追われているところに、そんなに働いて足立くん、暇なの?と、おちょくってくることもしばしばあった。ただし、彼女の茶化しは、決して嫌味っぽいわけではないので、俺も受け流すことができていた。俺がお金持ちになったら、お前にも飯をおごってやるよ。まあ、1万円以内な。と言うと、さっきは腹を抱えながら笑い、その金額はお金持ちって言わないから、と言う。そういった掛け合いをしていくうちに、俺とさっきは、社内でもコンビのような扱いを受けることが多くなった。足立くん、来週の企業説明会だけど、進行を頼めるかしら。俺にそうやって、仕事を押し付けてくる人物は、おつぼねの一ノ瀬さんだった。彼女は、咲に負けないくらいの、面倒な仕事が大嫌いな人だった。あのクソ課長が私にクソみたいな仕事を回してきたのよ。企業説明会なんて私には無理。ね、足立くんやってみなさいよ。勉強にもなるし。もちろん、ただとは言わないわよ。社長への口利きはしておくわよ。と提案する。同期の多くは、この面倒な仕事を回してくる一ノ瀬さんを嫌っていたが、俺は逆だった。彼女は仕事を引き受ける代わりに、しっかりと報酬をくれるのだ。今回は社長への口利きだ。いいですよ。だけど、約束はしっかり守ってくださいね。と、俺は引き受けた。彼女は約束を守る人だったので、彼女からの仕事は昇進への第一歩だと思っていた。
順風満帆だと思われた俺の生活に影を落とす輩が一人だけいた。課長の園田だった。園田課長は直属の上司であったので、仕事をしていると嫌おうなしで関わりを持たないといけない存在だった。それなりにいろいろな人格の人間とも関わりを持とうとする俺でも、園田課長と一緒に過ごすことは少しきついものがあった。園田課長は他人のどうしようもない箇所を攻めてくる人だ。容姿や経歴などの今言っても仕方がないだろうと突っ込みたくなるようなことばかり言って他人をこき下ろす。自分を高めたいと思っている俺にとって、他人にそこまでのネガティブ発言をする課長はどうしても好きにはなれなかった。それでも俺の夢のためには我慢するしかないと思い接していた。お前がそんなに仕事熱心なのは実家が貧乏だったからか、と無神経な発言をされても、俺はそうなんですよね、少しでもお金を稼ぎたくって、とヘラヘラとしてその場をやり過ごしていた。それでも毎回毎回同じ内容で、しかも複数の社員の目の前でいじってくるので、次第に俺も相手にしないようになってしまった。そういった人物であったので、園田課長のことを毛嫌いしていた社員は俺の他にも多くいた。しかし俺は社内でも目立つ方なので、園田課長のターゲットになりやすかった。そんなに努力しても意味ないからな、お前の働きなんて大したことないから、と言われても精進しますとだけ返してその場から去る。それの繰り返しだった。そんな俺の様子を見た先は、足立くんって鈍いのか心が広いかのどっちなんだろうね。私だったらあんなこと言われたらタコ殴りにしてるけど、やっぱりいつ辞めてもいいと思っている人はやることが違うなぁと感心してしまう。やっぱり昇進のためならあんなやつ敵じゃないって感じ、と片手にミルクティーが入ったマイカップを持ってニヤニヤとしながら尋ねてくる。彼女の茶化しは園田課長と違って他人を蹴落とすようないやらしさは感じられない。言い返したり反抗したりすると余計に突っかかるだろう、ああいうタイプは。それもそっかと言い、彼女は一気にコップの中身を飲み干した。みんな大嫌いな園田課長の趣味はゴルフだった。毎週末になると部下やゴルフ仲間を誘ってゴルフ場に通っているという。お前にはまだゴルフの魅力もわからんだろうし、クラブを揃えるのは貧乏人のお前には無理があるだろう、と懇切丁寧に俺を誘わない理由をしっかりと教えてくれた。俺としては園田課長との接点が少なくなるので大変ありがたいことなのだが、意外なことにここで少し俺にとっては痛手なところもあった。実はうちの社長の趣味もゴルフだった。園田課長は社長との時間が合えば一緒にコースを回ることもあるそうだ。少しでも社長にお近づきになりたい俺からすると、社長とゴルフに行けるということは自分を見せる絶好のチャンスになるのだ。それができないというのは何とももどかしい気分になる。そんなこんなでムズムズしていると幸運な話が舞い込んできた。今回も自分のところに話を運んでくれたのは一ノ瀬さんだった。はい、ちょっと集合、と気だるそうに集合をかける一ノ瀬さん。給湯室に呼ばれた俺は一ノ瀬さんから顔を覗き込まれて、社長に少しでも近づきたい足立くんで会ってる？と聞かれた。まあそうですね、会ってます。最近は全然お近づきに慣れてなくてもどかしいですけど、と落胆してみせると、はい、そんな君にラッキーな話、今週末に社長がゴルフに行くの、何人かの社員を連れてね、土日にコースを回るらしいわ。それに私誘われたのよ、面倒なことにね。彼女は片手にミルクティーの入った紙コップを持って首をかしげる。意味わかる？つまり俺が一ノ瀬さんの代わりにそのゴルフに参加しろってことですよね。さすが、と笑顔になる一ノ瀬さんだった。が、俺はすぐに断った。すみません。行きたいのは山々なんですが、俺、クラブ持ってないんですよ。それに、一式揃えるのってお金かかるじゃないですか。園田課長が俺に、
貧乏人には買えないだろう。と言われたが、実際にそれは当たっていた。クラブだけで2万は下らない。社長と回るとなると、それなりの値段のものを用意しないといけないと思うので、俺は手を出せないでいた。一ノ瀬さんのありがたい話ではあったが、現実を見れないほど盲目にはなっていない。俺の言葉を聞いた一ノ瀬さんは、ふっふっふっと笑い、そんなこと気にしないでいいわよ。私が一式揃えてあげるから、と言い放つ。いや、それは悪いですよ、とすぐに拒否したが、いいのいいの。あなたにも苦労かけるから、その迷惑料ってことで。なぜ社長とコースを回るのに苦労するのだろうかと首をかしげていると、園田もいるのよ。ああ、なるほど、それは確かに苦労しそうだ。でもクラブもそれなりのものをいただける上に社長にも接近できる。園田がいることくらいなんてことはない。むしろお釣りが来るくらいだ。後でクラブ代請求されても俺返せないですよ、と言うと、一ノ瀬さんは、交渉成立ね、と言って、ミルクティーを一気に飲み干した。そして、社長や園田課長を含めた社員数名でのコース巡りの日が来た。案の定園田課長は、俺が持っているゴルフクラブ一式を見て、お前にも一式揃える資金あったんだな、と鼻で笑う。頑張って揃えました、と笑顔で返す俺。一ノ瀬さんからは、いい？私が買い与えたなんて口が裂けても言わないでよ。私がずる休みしたなんてバレたら、絶対にあの男は嫌味を言ってくるんだから。と言われていたので、あくまでも自分で揃えた品ということにしてある。なんだ、お前にしてはそれなりにいいものを揃えているじゃないか。背伸びすんなよ。という。あはは、社長と回れると聞いていたので、少々奮発しすぎたのかもしれません、と頭をかいた。残念だが、その社長は本日は急な仕事が入ってしまったとのことでお休みだ。明日から参加するらしいがな。社長がいないこの空間で一番偉いのは園田課長だ。課長は自分が天下を取ったような尊大な表情を浮かべて、まあ今日は楽しもうや、と言って部下を引き連れゴルフを楽しみ始めた。隣ではふてくされたサキがいる。なんで私まで来ないといけないのよ、とうなっていたが、俺一人だと寂しいだろ、と言うと、お前はウサギか、と脇腹をつねられた。打ち始めるとすぐに、おい足立、お前のクラブ貸してくれよ、と言ってきた。課長の申し出に、さすがにすぐに首を縦に振ることはできなかった。その様子を見た課長は、少しムッとした表情になり、なんだお前、俺の言うことが聞けないのか？いつからそんなに偉くなったんだ？え？と詰め寄ってきた。いや、でも、これは、と口ごもると余計に、いいから貸せって言ってんだ！と怒鳴り、俺の手からクラブを奪い取ってしまった。コース巡りを課長とよくする周囲の社員は止める気配もない。おそらくいつものことなのだろう。まったく、お前みたいなやつがこんな上等なクラブは持つもんじゃないぞ。身分相応なものがあるだろうが。そう言った課長は勢いよく振りかぶり、地面に叩きつけた。俺はつい、あっと声を出してしまった。何たって弾も何もない場所にぶつけたのだから仕方がない。課長は頑丈だな、と言って今度は近くにあった大木に助走をつけてクラブを打ちつけた。凄まじい金属がひしゃげる音とともにクラブの上半身はへし折れて力なく地面に落ちている。あまりの衝撃に俺は思考が追いつかず硬直していた。課長は満足げな顔で手に持っていたクラブの下半身を投げ捨てる。まあお前にはまだ早い品だったってわけだ。俺が買い替える時期を与えたと思ってくれや、と言って何事もなかったようにコースを回ろうとした。
その様子を見ていたサキがゲラゲラと声を出して笑い始めた。面白い。今日来て正解だったわ。お腹痛い。サキの笑い声に課長を含めほとんどの社員が困惑気味で彼女を見ている。何がそんなに面白いのかと尋ねた課長に、俺は静かに、それ俺のじゃなくて社長のですよと伝えた。俺の言葉にサキ以外の社員の時間が止まる。え、いや何言ってる、これはお前が持っていたじゃないかと現実を受け止められない様子の課長に早朝の出来事を説明した。俺は課長や社長が来るよりも早い時間にゴルフ場に到着した。上司よりも早めに来るのは昇進の秘訣だ。しばらく待っていると社長が会場に到着した。おお、君が一ノ瀬くんの代わりに来た子だね。足立くんだ。俺の名前を覚えてくれていたようだった。俺は頭を下げていろいろと世間話をした。君の活躍は耳にしてるよ。かなりの努力家だってね。とお褒めの言葉もいただいて感無量だった。そうしていると社長のスマホが鳴った。失礼と言って社長が電話に出ると。ああ、そうか。わかった、すぐ行く。と言って通話を切った。すまない。少し仕事が入ってしまった。今日は不本意ながら参加できないようだ。明日は必ず参加するよ。あ、これ君に預けておこう。重たいのを運ぶのは年寄りには応えてね。まあ、使ってもらっても構わんよ。と言って、社長のクラブ一式を俺に預けてくれたのだ。帰るときはこのゴルフ場に預けてもらっておいてくれ。なくすなよ。高いからな。わっはっはと笑って仕事に向かわれた。社長、クラブは見るも無残な姿になってしまいました。俺の話を聞いた課長はみるみる顔が真っ青になっていった。これは、そうだ、お前のせいだ。お前がこんな立派なもん持っているのが悪いんだ。そうだろ、これはお前のせいだと吠える課長。サキはさらに笑い声を上げて、無理があるでしょ、マジウケると大声で突っ込んだ。すぐに社長に事の経緯が話され、怒り心頭になってゴルフ場に乗り込んできた。貴様、俺のクラブを壊したそうだな。しかも故意にな。怒鳴り散らす社長に何も言えない課長。それに加えて彼に会わないだと、身分相応のものを用意しろだと。お前はいつからそんなに偉くなったんだ。お前のようなやからはこの会社にいらんぞと首とも受け取れる社長の言葉に、課長はそれだけは勘弁してくださいと泣きついた。いいか、これは立派な犯罪だ。器物破損だ。自分のした行動に責任を持て、ほうバカ者。その後社長は会社に戻り、園田課長の左遷手続きをした。警察に言おうかと思ったそうだが、彼にも家庭があるだろうから俺が少し我慢してやると言い、左遷で済ませたという。ゴルフでの一件により園田課長がいなくなったことで、仕事場の雰囲気が今までよりも随分と良くなったような気がする。ことあるごとに容姿や過去をネタにいじってきた上司がいないので、ほうれん草が格段にしやすくなったことも、効率が良くなったという点では大きいだろう。例の一件で俺と社長の距離は一気に近づいた。おかげで園田課長がいなくなって空席になったポジションに俺は新たにつくことになったのだった。俺は園田課長の代わりに課長職に就任して、昔と変わらずに熱心に仕事に取り組んだ。というか、そうせざるを得ないというのが現実だった。課長になって分かったことだが、仕事量が多い。効率よく仕事を進めないと本当に会社に泊まるということになりそうだった。しかし今までと同じように必死に動き、真面目に働くことはやめなかった。俺の夢は課長で泊まることではない、お金持ちになることだ。課長職で経験を積んだ後にさらに昇進したいと考えている自分からすると、これくらいの仕事をこなせないでどうする？という精神で
仕事に励んだ。おかげで上司や取引先からも、仕事熱心で本当に助かるよ、と一定の評価をもらうことができていた。しかし、激務であることから、極力参加していた飲み会なども頻度ががっつりと下がった。さらにゴルフセットも一ノ瀬さんに買い与えてもらったが、あの一件以来、ゴルフに行くこともなかった。少なくとも課長としての仕事がそれなりにこなせるようになるまでは、飲み会やゴルフなどはいけないだろうと思っていた。環境が変わり苦労することがかなり増えた職場だったが、それでもお金持ちになるという野望が俺を支えてくれていた。一定の評価を受けていた俺だったが、唯一、サキだけはつまらなさそうに俺を見ていた。なんかさ、単純な質問なんだけどさ、そんなに働いて人生楽しい？と、無垢な子供のような表情で質問してくる。仕事が楽しいわけないだろうと、俺は少しイラッとしたが、彼女に悪意がないのは分かっていた。しかし、今回のあまりにも無神経な質問には、さすがの俺も苛立ちを隠せなかった。自分を犠牲にしてまで仕事をして得たものって、そんなに嬉しいもの？今日はやけに噛みつくなと思ったが、仕事が山積している俺には、彼女の相手を最後まですることはできなかった。さっきは、実家がお金持ちであるため、仕事をする意味も、お金を稼ぐ意味もわからないだろう。根本的に、俺と彼女とでは、住んでいる世界が違ったのだ。以前まではその違いが面白くもあったが、俺が課長になって、さらに仕事に生活を捧げていると、彼女のちょっとした仕草にも思うところが出てきてしまうようになっていた。繁忙期から少し経ったある日、一ノ瀬さんから夕食の誘いを受けた。繁忙期ではないとはいえ、仕事があった俺は、最初は彼女の誘いを断ろうとしたが、あらあら、あなたも随分偉くなったのね。それとも社長クラスじゃないと、一緒に食事もとっていただけないのかしら？と、冷たい視線を向けられた。さすがのおつぼね、言葉と視線だけで、俺の体は硬直してしまう。冗談っぽく話してはいるが、あまりいい気はしていないのだろう。言葉の端々に土器をはらんでいるのが分かった。俺は仕方なく、一ノ瀬さんの申し出を受け入れ、彼女がよく行くというお店に入った。中にはすでに先客がいた。サキだ。なんでお前までいるんだよ。と言うと、サキの代わりに一ノ瀬さんが答えた。おかしいことじゃないじゃない。この子、私の娘なんだから。二人の話によると、一ノ瀬さんの旦那、つまりは先の父親は、確かに事業で成功した起業家であった。しかし、仕事熱心というのは別の方向から見ると、家庭を顧みないという側面も持っていた。父親は家は、あくまでも寝起きする場所としか考えていなかったので、二人の家には、記念日といったような特別な日は存在しなかった。結婚記念日や誕生日などは、一ノ瀬さんと先の二人でお祝いしたそうだ。そんな父親の様子に愛想を尽かした二人は離婚をすることを決意した。一ノ瀬さんは離婚後、旧姓を名乗ったが、娘の先は変更の手続きが面倒ということもあり、そのままの名字で過ごしているという。父親も離婚する際は、もう少し家庭を考えるべきだった、と反省の色は示しているようで、それなりのお金を毎月二人に払っているという。そう言われると、二人には共通点があるなと感じた。極度のめんどくさがりだったり、好きな飲み物はミルクティーだったりと。顔も全体としてはあまり似ていないが、パーツごとに見てみるとそっくりだ。先に言っておくけど、この子がこの会社に入ったのはたまたまよ。この子にはここで働いていることは言っていなかったから、コネなんかじゃないわ。俺の心を読んだように的確に修正を入れてくる。それで本題なんだけど、と一ノ瀬さんはグラスを片手に尋ねる。あなたの夢ってお金持ちになることなのよね。どうしてお金持ちになりたいの？皿にある魚のソテーをナイフを使って食べやすいサイズに切り分けている。お金をたくさん持って？それからどうするの？彼女は何か俺の目の奥を見るような視線で見つめる。お金をいっぱい稼いで幸せになりたいんです。
それに家族も幸せにしたいから。というと彼女は俺の返答に満足はしなかったようだ。あのね、お金がたくさんあるからといって必ずしも幸せに直結するかはわからないのよ。と言って咲を一別する。一ノ瀬さんと目配せをした咲は彼女に続いた。私は今決して貧しいわけじゃないし、お金はそれなりに持ってる。でも持ちすぎてるかつてのお父さんはまさに主戦度って感じだったわ。一呼吸を置いて、今の足立くんにそっくりだったよ、と悲しそうに笑った。とにかくお金イコール幸せ者ではないから、そこは気をつけなさいな。自分の価値を下げてまで稼ぐ必要なんてないんだから。そんなことご両親は分かっているはずよ。一ノ瀬さんはそこまで言うとお開きを宣言した。咲の悲しげな笑顔が妙に脳裏に残っていた。正月になり実家に帰省した俺は久々の我が家を満喫していた。俺はもちろん未婚だったので、いつもは一人寂しい部屋で孤独に晩ご飯を食べる毎日だが、実家に帰るとそんな惨めな思いはしなくて済む。食事は食卓に運ばれるし、食器は洗わなくても問題ない。本当に家族のありがたみを感じる日々を過ごした。家でゴロゴロしていると除夜の鐘が響いてきた。ああもう新年になったんだなと感じているとスマホが振動した。画面を見るとさっきから LINE が届いていた。明けましておめでとう。今年の抱負は足立くんが一生懸命に仕事をしている横で全力で帰宅することです、と書かれていた。なんと悪趣味な抱負なのだろうと思ったが、年末に一ノ瀬さんらと食事をした時に話した内容がふと思い出されて、目の前で横になってテレビを見ている両親に尋ねてみた。もしさ、俺が金持ちになって二人を気ままな生活をさせるって言ったらどう？と。俺の質問に父親は視線をテレビに向けたまま、んなこと願い下げだな、と言った。俺は父の言葉に驚いて返事にまごついていると、確かに金があふれるほどあるってわけじゃないが、息子から金をもらうほど困ってるわけじゃねえんだ、と続けた。母は、あ、でもどうしてもって言うならもらってあげるわよ。女はね、美のためにはどうしてもお金が必要になるんだから、と言って笑った。その年でもう美とか無理だ、と父がいらぬ発言をしたせいで新年早々夫婦喧嘩が勃発してしまった。二人が喧嘩をしている光景を見ながら俺は考えていた。まさか二人がお金の支援を断るとは思っていなかったからだ。さらにはお金がたくさんあって気ままな生活を夢見ていたわけでもないということも、俺にとっては衝撃を受ける要因の一つに十分なった。お金がいっぱいあったら幸せなんじゃないの？俺が小さな声でぽつりとつぶやくと、それはどうやら父に聞こえていたようで。何言ってんだ、金があったって幸せかどうかは別問題だろうが、俺の幸せはお前が健康であと何十年も俺と酒を飲み交わしてくれることだ、と言いニコリとする。後ろで母が、おい先短いくせに、と言ったことで第2ラウンドが始まった。俺は一ノ瀬さんや咲の言葉、二人の様子を見て自分が勘違いをしていたことにようやく気がついた。一ノ瀬さんの言う通りだったのだ。お金があれば好きなものも買えるし、食べ物も食べられる、旅行にだって行けるけれども、それが幸せかどうかは人によるのだ。実際一ノ瀬さんたち家族はお金はあったかもしれないが今の方が幸せだと言っていた。両親もたくさんのお金を望んでいたわけではなかった。ただ家族との円満な日々を望んでいただけだ。その日々はお金があるから叶えられるわけではない。俺も含めて全員が健康で揃っていないと、どれだけお金があっても叶うことがないのだ。俺は目の前に広がる幸せをかみしめていた。正月以降俺は断るということを学んだ。
今まで何でも仕事は引き受ける、たとえ自分の仕事でなくてもといったスタイルだったが、許容量を超えそうな仕事は断るようになった。周囲は、なんか変わったな、と言ったが、ようやくわかったか、と、サキは鼻を鳴らしていた。お金は、言うことを何でも聞いてくれる便利な道具だ。たくさんあれば何でも買えるし手に入る。けれども、幸せまで入手できるかというと、疑問が残る。幸せとは、意外なほど身近にあり、目の前に転がっているものだと、俺は自覚したのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。